花の付き方双葉葵は、馬の鈴草科の植物で、小型の草本。葉はハート型をしており、いわゆる、三つ葉葵のモデルであることで知られる。双葉葵は、名の通りハート型の葉を、普通は2つ付ける特徴がある。花は小さくて、地際にうつむいて咲く。花の構造などの特徴から、カンアオイ類と区別して別属としたこともある。 京都鴨神社の葵祭りで用いられることから、鴨葵の異名もある。標準和名は、葉が2枚ずつ出ることによる。他に別名として日陰草、双葉草、かざし草、もろ葉草も知られる。背の低いと年生双本。茎は地上を横に這い、多肉質で紫を帯びた褐色、節の間が長く伸び、枝分かれしてその先端には、臨片葉を誤生する。葉は、 茎の先端に生じ、体勢上に煮つつく。葉は一年生で、長い柄がある。葉心は薄くて卵心形で、先端は尖り、寄部は深い心形で、半円形の側辺がある。葉の面には、はじめは両面、特に葉脈の上に白く短い毛があり、同様の毛は、葉の円に沿っても並ぶ。花は体を成す傭兵の寄部から出て一つだけ生じ、花柄には、毛がある。 花弁はなく、花弁状に発達した学辺は、泡紫色で、下半分は融合して、湾型となり、その外面には、毛が多い。学辺の先端の三角状の列辺は反り返って、学辺基部に接する。蒸気のように花びらに見えるのは学辺であるが、薄葉最新類やン青オ類では、それが、先端の列辺を残して、互いに融合して、壺状になり、 カンがオイ類ではさらにその口が感情の構造によって狭まっているのに対して、この種では基部近くまで融合せず分かれている。メシベの下中は6個あり、互いに合着して中上になっている。オシベはその周囲に12本あり、長い花糸を持つ。この花糸は開花当初は反り返っているが、次第に立ち上がり、先端の薬が中東に近づくようになる。これは、 自家樹粉をしやすくするものと考えられる。花の構造に本固有種で、本州の福島県以南から九州まで分布する。環境省のレッドデータでは、指定がないが、いくつかの県では取り上げられており、特に、宮城県、香川県、福岡県では絶滅危惧愛類に指定されている。温帯域の紅葉樹林、あるいは新葉樹の混じった森林に生育し、暗い臨床に生える。 小型なので、目立たないことも多いが、時に広範囲にまとまった大きな集団を作る。集団を作る場合、周辺に大きな葉を持つものが多く、花つきもいいが、中央では葉が小さく花をつけるものも少ない。カンガオイ類にはより小さな密集した塊を作るものはあるが、このような規模の大きな集団を作るものは少ない。これは、カンガオイ類が短く詰まった、 地下茎をもってあまり広がらないのに対して、この種の地下茎がよく伸びてよく分子するが、その代わりに寿命が5年以内と短く、古い部分が固始するためである。このような集団は林内を次第に移動しているものと考えられる。以下に和歌山県高野山の標高850メートルの地域での例を中心に記す。その年の新しい葉は四月上旬に展開を始める。 この時期、上に広がる落葉樹はまだ葉が伸び始めない。常緑の新葉樹は混じるものの、この時期には臨床にまで光が届く。だが、4月中旬以降は低木にも葉がつき始め、その下は急激に暗くなる。いわゆるスプリングエフェメラルは光の当たる臨床で生育するものだが、この種はかなり暗くても生育が可能である。かガと、はめは、 前年の秋のうちに形成を終えており、4月上旬に新葉が展開を始めると同時に開花も始まる。開花は丸1日かかり、午前中に口を開いた学編は、次第に反り返り、日暮れ頃にようやく釣りがね形になる。6月中旬には、結実、7月上旬には、種子が散布される。果実は、花の形ほぼそのままに、脂肪がやや膨らんだ形で成熟し、 劣化して種子を散布する。この頃から地下茎も横に伸び、それと同時に古い地下茎は貯蔵した栄養を使い果たして朽ちる。これを繰り返すことで、この植物は地下茎を伸ばしては古い部分を固始させ、水平的に広がりながら分断を繰り返す。地下茎は最大5年分が連結している例もあるが、大抵は3年目で固始する。この花は匂いも出さず、 密栓もない。蒸気のようにこの種は自家受粉を頻繁に行っていると考えられ、実験的にも自家受粉の存在は確かめられている。ただしその年性は高くない。カンアオ衣類は地上歩行性の小動物によって花粉媒介されると言われるが、それらの花は地表で開花する。それに対してこの種では地面より上に伸びた花茎がややうつむいて開花する。 したがって、地表を飛行する昆虫によって、花粉媒介を受ける可能性は考えられるが、確認された例はない。種子には、扁平なエライオソームがあり、アリサンプ種子と考えられている。ただし確認はされていない。現在は、カンアオイ族に含めるが、かつてはこの族は細分されたこともある。その際には、フタバアオイ族とされた。動物異名にジャパニソラムコシェンズ。 F カ川がある。細分属を認めた場合、同族には、国内では、オナガ最新ーレプテフィリムが、沖縄本島に分布する。かつては、学編の融合の程度が低いなどを原始的な特徴と、見て、この類では、祖先的な群と考えられていたが、現在ではむしろ、脂肪が完全に回になっており、家中が融合して随中のようになる点など、 むしろ進化した特徴を持つ群とされ、双葉をい族としてまとめる。これには、ヒマラヤから中国南部を経て日本までに10種、北、アメリカに8種、ヨーロッパに1種を含め、これには蒸気のお長最新も含まれる。徳川青い双葉青い立ち青い稀に三野草として栽培される。他に実利的な利用はない。薄葉細芯などの根は、 細かの都と称して薬光があるとされ、本種も同様に利用されることもあるようだが、この種では絡みもなく、成分もかなり異なり、薬光は期待されない。京都の鴨神社では葵祭りにこれを用いることで知られる。この祭りの際は官房に葵カツラを飾る。葵は葵イコール太陽、分けずちに通じるとされる。また義しやさじき、しにも飾る。 和歌においては、青いと表記されるが、その対象はこの植物とは限らない。万葉集には一種だけこの語が出現するが、それは冬青いを指すものとされる。平安期以降に本種を指すようになった。近代短歌では、立ち青いのことである場合が多い。古今和歌集には、くばかり合う日の稀になる人をいかがつらしいと思わざるべきがある。 また、この植物は、徳川家の、いわゆる、葵の御門のモデルになったことでも知られる。つ葉葵という植物は存在しない。より実物に沿った、双葉葵や立葵の門もある。なお、いわゆる葵の門には、この種をモデルとしないらしいものもある。詳細は、つ葉葵の項を参照されたい。ありがとうございます。